ベインブリッジはアメリカ海軍の原子力ミサイルフリゲート。また1975年の類別変更以降はミサイル巡洋艦に再分類された。原子力高速艦隊護衛艦のプロトタイプとして1959年度計画で一隻のみ建造された。先行するリーヒーを格動力化したような設計となっており、アメリカ海軍で3番目の原子力水上艦であると、 共に、世界初の駆逐艦型の原子力艦であった。建造費は1億6361万ドル。艦名は、ウィリアム・ベインブリッジ大賞にちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。アメリカ海軍は、1952年度計画で、ノーチラス、シーウルフの2隻の原子力潜水艦を建造し、核動力の時代に突入した。 また1955年8月17日にアーレイバーク大将が海軍作戦部長に就任すると原子力水上艦も推進されることとなり1957年度で原子力ミサイル巡洋艦ロングビーチ1958年度で原子力空母エンタープライズが建造されたロングビーチはもともとは原子力ミサイルフリゲートの構想を期限とするものの 結局、アメリカ海軍最後の従順洋艦であるデモイン級に匹敵する大型艦となった。しかし艦型が小さく航続距離の短さに悩まされがちだった駆逐艦については格動力化の要望が根強く、特に大西洋艦隊駆逐艦部隊は駆逐艦の格動力化こそ最優先の課題であると主張していた。1955年1月17日に、 ジョン・ダニエル少将が駆逐艦部隊司令官に補えされるとバーク大将に対して原子力駆逐艦の建造を熱烈に働きかけた。これを受けて1957年1月に予備研究が着手された。この研究では大西洋艦隊が主張する線に沿った DDN と DHQ をもとに核動力化した DLGN とが比較検討された。 しかしまもなく DDN は実現困難であると判断され、研究は DLGN に絞られた。これによって建造されたのが本艦である。蒸気の経緯より、船体設計はおむねリーヒ球の発展型とされており、朝鮮首労型という船形も踏襲されている。ただし、核動力機関は通常動力機関よりも出力で劣る一方、溶石は大きく、 所要人員は多く、おまけに重心の上昇にもつながった。このため、艦内用積確保と復元性の改善、増波抵抗の軽減のため、船体は全長にして9.75メートル、幅にして1.42メートル拡大された。この結果、第二次世界大戦中の防空巡洋艦を上回る大型艦となった。またその後、エールワット回収に際して、 電子機器収容スペース確保のため、環境構造物には一層分の乾板室が増設され、後部にも大型の乾板室が新設された。なお、格動力化に伴って、マック構造は廃止され、ラティス構造のマスト2本が設置されている。原子炉としては、当初はレーダー昇海潜水艦、トライトンの S4G と同系統の原子炉が検討されていたが、結局、 ハイマン G 立交は提督の指導の下で、駆逐艦用の軽量原子炉として開発された、ゼネラルエレクトリック社の D2G が2機搭載された。これは加圧水型原子炉で、熱出力は100から 120MWT 程度と推測されており、以後のすべての原子力ミサイルフリーゲート及びミサイル巡洋艦で踏襲された。なお、電源容量は14,500。 キロワットとされている。三次元レーダーは、当初は、リーヒ級と同じアン、SPS-39 が搭載されていたが、後に、アン、SPS-52 に更新された。対空捜作レーダーは、アン、SPS-37、対水上捜作用レーダーとしては、アン、SPS-10 と、いずれもリーヒ級の構成が概ね踏襲されており、前章に、アン、 SPS-52 とアン、s p 1 0ミズンにアン、s p s 3 7のアンテナが設置された。ソナーは、リーヒーと同様、アン、s q s 2 3をバウドームに収容して搭載した。その後、リーヒーと同様、1974年6月から1976年9月にかけてエーロアット回収が行われ、 三次元レーダーは、アン、SPS-48C に更新されたほか、戦闘指揮所には、海軍戦術情報システムが導入されて自動化が、図られた。また、1983年10月から1985年4月に、かけて、さらに中回収が行われ、対空捜索レーダーは、アン、SPS-49、対水上捜索レーダーもアン、 SPS-67 に更新されたほか、武器管制システムもマーク14に更新された。武器システムも基本的にリーヒー級の構成が踏襲されており、艦の前後に、テリアシステムのマーク10連装ミサイル発射機を1機ずつ、またその誘導のためのマーク76ミサイル、射撃式装置を2機ずつ配置するダブルエンダー艦となった。艦手側にマーク10モット 艦部側にマーク1ット6を搭載しており、収容弾数はそれぞれ40発ずつであった。また、ここで用いられる艦対空ミサイルとしては、当初はテリアが用いられていたが、エーロアット回収により SM-1ER、マタンチュ回収により SM-2ER の運用に対応した。艦砲として、 当初は50口径 76mm 連装速射砲を搭載していたが、エーロアット回収の際に撤去された。しばらくは代わりに 20mm 機銃が設置されていたが、1978年から1979年にかけての回収の際に、ハープーン艦隊艦ミサイルの4連装発射塔2機に換装された。またんち回収の際に、 ファランクス20ムシープリングウィズズも搭載された。対戦兵器としては、アスロック対戦ミサイルと324立方ミリメートル連装魚雷発射管が搭載され、マーク111水中攻撃式装置による指揮を受けた。ま、探知回収の際に、電子戦装置は、アン、SL9-323 デンパー、探知妨害装置に換装されたほか、 デコイ発射用のマーク36スルボックも搭載された。なお、完備乾板はヘリコプター乾板とされているが、格納庫は持たない。スウェズ運河を通過するベーンブリッジベーンブリッジは1959年5月5日にマサチューセッツ州クイーンシーベスレヘムスチール社のフォアリバー造船所で寄港し、1961年4月15日に浸水。 1962年10月6日に収益した。1963年2月までにカリブ海で完熟航海を行い、翌年原子力空母、エンタープライズ原子力ミサイル巡洋艦、ロングビーチラと第一原子力機動部隊を編成し、7月31日からオービット作戦に従事した。1965年10月、ベインブリッジは、 第7艦隊のミサイル巡洋艦として11回目の航海で再び西太平洋から希望峰を回った。関係が悪化したベトナム近海に配置され多数の作戦に従事した。ベインブリッジはレーダーピケット艦として航空母艦の前衛を担当し捜索救出作戦を行った。6月に新しい母港であるカリフォルニア州のロングビーチに入港し、 1966年から1967年、1969年、1970年、1971年、1972年から1973年と5回にわたってベトナム戦争など極東で作戦に従事した。また、1970年にはインド洋にも航海した。1967年から1968年にかけて、 ベインブリッジは、オーバーホールと最初の核燃料補給を実施した。1973年11月から極東での7回目の航海を行い、インド洋を通過して、アラビア海まで入った。ベインブリッジは、オーバーホール、近代化海装など広範囲にわたる工事のため、1974年6月から1976年9月まで、ドックに入居した。 1975年6月、工事中にフリゲートから巡洋艦に類別変更された。工事完了後は第7艦隊に配置され、1978年1月から8月まで担当地域内の日本、韓国、タイ、シンガポール、オーストラリアなどを訪れた。1979年から1980年、1981年、 1982年から1983年と西太平洋海域共同調査のツアーを3回こなした。また、その期間中にインド洋及びアラビア海で作戦行動も行った。1982年にベインブリッジはマージョリー・ステレット戦艦基金賞を受賞した。1983年から1985年までベインブリッジは 最後の核燃料を補給するオーバーホールを行い、スタンダードミサイルや CIWS などの火器が増設された。その後、太平洋を去って、大西洋艦隊に編入され、パナマ運河を通過した。1986年から1987年までのカリブ海における麻薬密輸のパトロールを手始めに、1988年から1989年に航海。 ペルシャ湾で作戦行動に従事、1991年から1992年、地中海リビア沖で攻撃作戦に従事した。1994年、大西洋艦隊の海上部隊機関となったが、その任務を最後に1995年10月、予備役の補完船としてモスボール状態となり、1996年9月に退役した。 1997年にベインブリッジは、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所の監督に入り、10月に原子力艦再利用プログラムに基づき解体が開始された。ありがとうございます。